調査兵団はレイスケの領地にある礼拝堂に潜入。そこで地下へと続く隠し扉を発見する。その奥にエレンが拘束されていると確信した彼らは、敵が待ち構えていると考え、慎重に罠の準備を進めていた。準備を待つリヴァイはミカサが同姓のケニーの親戚である可能性を指摘。ミカサは両親について話し始める。生前の両親の話では、父の姓アッカーマン家は都市部で迫害を受けていたと聞きました。東洋人である母の一族は人種の違いからか町に居場所を失い、お互い壁の端の山奥に追い詰められた同士が出会って夫婦になったのです。なぜアッカーマン家が迫害されていたのかは父にも分かりません。お前、ある時突然力に目覚めたような感覚を経験したことはあるか？あります。ケニー・アッカーマンにもその瞬間があったそうだ。ある時、ある瞬間に突然バカみたいな力が体中から湧いてきて、何をどうすればいいか分かるんだ。その瞬間が俺にもあった。よし、準備整いました。そうか。それでお前ら、手を汚す覚悟の方はどうだ？良さそうだな。入ってきた。まずは敵をできる限り内部。これは一体何を？これはまずい。煙が邪魔で的が絞れない。総員3体、複数で1人ずつ囲め。作戦続行。全ての敵をここで叩く。まだ燃えてない樽がありますけど、敵が邪魔で火矢を当てられませんね。兵長、樽の周囲の敵を排除してください。そうすれば煙幕を増やして援護できます。僕の手はもう汚れてるんだ。覚悟ならとっくにできてる。これが理由だ。はい。はい。仲間を守るためなら、俺が望まない選択であっても、やらなきゃダメなんです。手間をかけさせやがって。ケニーはどこにいるんだ？には進ませない。お待たせ。ここからは私も行くよ。補給物資を持ってきたから使ってくれ。私たちがケニーの元に着いたのは、無意味な世界と人生に意味を見出すため。ならば最後まで信じてみよう。この世界を盤上ごとひっくり返すというケニーの夢を。こっちからやらなきゃ、やられるだけだ。はっ。
だ。君はケニーの右腕ってところかな。あんたはリヴァイの何、上官？ためらってる暇はねえってのに。ケニーの夢を実現するまでは。先に進むぞ。やった。本当はおめえに構ってる暇なんざねえんだが、ここを突破されちゃ元も子もないんでな。仕方ねえ、遊んでやるよ。ケニー、エレンを返せ。油断するなよ。奴を侮ると死ぬぞ。成長したようだな、リヴァイ。無駄口を叩いてる余裕があるのか。ナイフの握り方を教えてやった俺に偉そうな口を聞きやがるじゃねえか。私と同じ姓を持つ男、たとえ同じ血が流れているとしても、家族を奪うなら容赦しない。かつて一緒に暮らした奴と戦う気分ってのはどうだ。あんたは勝手に去っていった。今はもう他人だ。相変わらず愛想もクソもねえドチビだぜ。チッ、しつけえな。いい加減に殺されろ、リヴァイ。お、教えてやったな。相手を追うときは前ばかり見るなって。じゃねえか。せめて一人敵に穴が開けば。あいつ、今だ。総員、最終防衛地点まで交代。もう邪魔すんなよ、ドチビ。落とせ。Thank you.
リヴァイたちがケニーらを追跡する一方、洞窟の奥ではロッドレースが巨人化し、ヒストリアは拘束されたエレンを必死に救おうとしていた。ロッドレース、あんな野郎巨人になりやがったな。ヒストリア無事ミカサ、俺はいい。兵長、早く逃げてください。うるせえ半裸野郎、巨人だけじゃねえぞ、鉄砲を持った敵も飛んできてんだ。天井が危ない。外れた。巨人化するか。いや、巨人の体程度じゃ防げない。ごめん、みんな、俺は人類の希望なんかじゃなかった。鎧、なんだ、悲劇の英雄気分か。初めてってわけじゃねえだろ、こんなの。ま、あの中飛ぶのはさすがに厳しいけど。私がエレンを。無理だ、もう逃げられない。じゃあ何もせずに、このままみんなで仲良く潰れるか、焼け死ぬのを待つの。私たちが人類の敵だから。毎度お前にばかりすまなく思うが、エレン、好きな方を選べ。遅い、さっさと決めろ。進みます。ごめんなさい、最後に一度だけ許してほしい。自分を信じること。なんだ。全員エレンの陰に入れ。エレンの硬質化能力によって地下を脱したリヴァイたちは、地上を這い進む巨人化したロッドレースを追跡していた。その途上で王都から駆けつけたエルヴィンと合流。巨人の進路にはオルブ毒があることが判明する。寄せ集めでも今の最高戦力をもって巨人を迎え撃つ。その準備を整えるため一行はオルブ毒に入った。ヒストリア、言い忘れていたが、お前にやってもらうことがある。この戦いが終わったら正当な王位継承者として女王になれ。あ、女王様、ヒストリアが。クーデターは成功したが、兵団がトップに立っても民衆は従わない。正当な王位継承者が偽物から王冠を取り戻したって物語が必要なんだ。私が。いいな。あの、兵長、ヒストリアは父親と別れて、その
面倒なしがらみから抜け出せるというか。なのにまた。なんだ、言いたいことがあるならはっきり言え。つまりヒストリアはようやくレイス家から離れて自分を取り戻したわけで、なのにまた押し着せの役目を与えるのは、つまりかわいそうかと。わかりました。え、次の任務は女王ですね。了解しました。ヒストリア、心配してくれてありがとう。でも押し着せにするかどうかは結局自分次第なんだって、そう思う。ただ兵長、一つだけ条件が。ああ。自分の運命に自分で決着をつけさせてください。来るぞ。あの巨人をオルブドクへ入れてはならん。歴上固定法で何としても奴を仕留めよ。砲撃で簡単に殺せるとは思ってねえが、試すだけは試しておかねえとな。敵はその巨体ゆえにノロまで的がでかい。敵将固定砲の攻撃は有効なはずだ。同じ部位を狙って集中砲火を浴びせる。指示した部位に向かって砲撃せよ。胴体を狙え。右腕を狙え。よし、狙った部位に当たってるぞ。刺して効いてるようには見えねえがな。大きさは超大型巨人の倍ぐらいかな。体温がすごく高そうだ。撃てー。どう、砲撃は効いてるの？セミの小便よか効いてるようだ。くれないぞ。装填急げ。右腕を撃て。これだけの砲撃を浴びせても巨人の前進は止まらないか。撃てー。よし、うなじの肉を捕らえてる。次で仕留めるぞ。装填急げ。くそ、まずいな。風向きが変わった。遅かったか。俺の育った街が終わりだ。下がってろ、中道兵だ。あとは俺たちが引き受ける。
者アルミ、2人で息を合わせて巨人の両手を同時に狙うんだ。了解です。私が合図を出しますから、アルミンは合わせてください。アルミン、行きますよ。やったぞ、手応えありだ。サシャ、もう一度やってみよう。今のままだと高温で近づくこともできない。アルミンとサシャに頑張ってもらうしか。行きますよ。突っ込め。やったか。よし、体勢が崩れた。エレン！勝利！立体軌道でとどめを刺せ！これほどの巨体でも本体は縦1メートル、幅10センチの大きさしかない。本体は飛散した肉片のいずれかにある。肉片を攻撃して本体にとどめを刺せ。遅い。誰か本体を見つけたのか。あれはヒストリア。はぜ散った肉片の中からロッドレースの本体を探し当てたのは、他ならぬ彼の娘ヒストリアだった。ロッドレース巨人を仕留めたヒストリアは民衆の前で自らが真の壁の女王であると宣言。女王としての正当性だけでなく、己の力を民衆に示してみせたのである。その一方でケニーはレイス家の地下洞窟から脱出した際に重傷を負い、今まさに死の淵にあった。卑怯で臆病なロッドレースに代わり、先代の当主から王の力を継承した弟は名をウーリと言った。この世に俺より強い奴がいるなんて思いもしなかった。ウーリは圧倒的な力でこの俺をいとも簡単にねじ伏せた。それほどの力を持った王がこの俺に頭を垂れたんだ。俺はその場で力になりたいと伝え、ウーリはうなずいた。アッカーマン家への迫害が終わり、俺は妹を訪ねた。そこで死にかけのガキに出会った。リヴァイだ。親に飼われるほどできた人間じゃねえ。俺はただ奴に地下街で生きる術を教えた。リヴァイと別れた頃、すっかり追いさらばえていたウーリはいずれ自分の力がロッドの子たちに引き継がれると語った。その力は神にも等しい力だ。もしも手に入れれば、俺でもあいつと対等な景色が見られるかもしれねえと思ったんだ。大やけどにその出血、あんたはもう助からねえな。いいや、どうかな。ロッドのカバンから一つくすねといたやつだ。どうもこいつを撃って巨人になるらしいな。ひとまずは延命できるはずだ。それを撃つ時間も体力も今よりかはあったはずだ。なぜやらなかった。ああ、なんだろうな。俺は死にたくねえし、
が欲しかった。でもそうか、今なら奴のやったことは分かる気がする。はあ。俺が見てきた奴らみんなそうだった。酒だったり女だったり神様だったりもする。一族、王様、夢、子供、力、みんな何かに酔っ払ってねえとやってらんなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。あいつでさえも。お前は何だ、英雄か。ケニー、話せ。初代王はなぜ人類の存続を望まない。知らねえよ。だが俺らアッカーマンが王政と対立した理由はそれだ。俺の姓もアッカーマンらしいな。あんた本当は母さんの何だ。バカが、ただの兄貴だ。あの時なんで俺から去っていった。俺は人の親にはなれねえよ。ケニー、本当にやるのか。うん、やる。殴った後で言ってやればいい。殴り返してみろって。お前な、ヒストリア恨んでないならやめとけよ。ありがとうな。